そう、教室？プライベートの教室に託してる。あ、じゃあどうぞ。お邪魔します。はい、どうぞスリッパ履いてもらって。じゃあ、あれ茶室ですか？あ、そう、茶室です。母がやってて、素敵。今お茶食べるの好きで。ああ、そうなんだ。そう、え、じゃあご自宅にあるんですか？で、お茶室はないんですけど和室作って。あ、できるよ。本当ボンテ前で。あ、中心を出したんですね。そこからやった方がいいですか？中心自分で出します。出します。はい、よし。じゃあちょっと電気スイッチかけて入れてもらって。はい。最初だけやらせてもらって。はい。見てると簡単そうに見える。そうなんですよね。すごい力いるの。今日の、まあ、粘土自体が、多分ちょうどいいと思うんで。なんていうの？これ半時期の。混ぜてるんですけどね。色味はグレー、この感じ。あ、白。白っぽくて。すっごい力いるんだよ。持ってくれちゃおうかって。そう、あのね、コツが あって力は実はそこまでじゃなくて、上げるときはいるけど、下げるときはいらない。ここら辺からやってみますか？はい。じゃあ、やったことがあるから、そんなにあれですかね、言わなくて大丈夫。いや、言ってください。忘れちゃってる。クニュ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 。まず、まあ、水はしっかりちょっとつけてもらって、はい、一回こう見てやるじゃないですか、うん、で乾いてくるじゃないですか、うん、次は軽く指先につけてちょっと全体なじませてからこうやる。いただきます。ここある、はい、で、ちょっと挟んで、ギュッと挟んで、下からゆっくり持ってやる。三角にです。ちょっといい。できたんじゃん。すごい。かわいい。指先ね、中指だけだ。で、挟み込んで、ゆっくり。今、縮む、すごいね。伸ばしながら縮めるなんて、結構なテクニックですよ。そうなんですか。いや、本当に難しいですね。あ、そっか、これでいいのか。そう。そうだ。うん、それでちょっと縮めて。最初からですね。最初からもう一回。
くる。あー、あ、いいです。なんかついた。おお、面白い。あ、でもな、下がやっぱこういうの見る。あ、これね、大丈夫、細くなります。あ、本当ですか。こっちはね、削れる。こっちはあまり、そっちはいいです。下のもちゃう。そっちはね、こうなります、はい、独特。ありがとうございます。はい、しっかり。しました。